これがあの材料メーカーさんから入れた状態の素材ですね。これを旋盤加工っていう旋盤やって、で複合加工、ここの木、ここの加工やって、でターキって歯車ですね。で新炭焼き、焼き硬くするんです、鉄と。で完成です。これ検索かけてるんですけど、ここ研磨、研磨という交差が 0.01mm、 1mm の100分の1の単位を狙いなさいという指示があるんで、一番厳しいのは 1mm の1000分の1って言われてます。慌てますけど、こういう内側の刃やったり、さっき外側の刃やったんですよ。だから外側の刃を加工してしまうと、この刃ですね、この金色の、あれ刃物なんですよ。あ、これは何て言ったんですか。開けっぱなしにして品物持って行って、1杯2杯ぐらいの刃物でずっと加工してるんです。20時間ぐらい。全然なガリガリ感ないですね。20時間、これ40ぐらいだと大きいから、トヨタのヤリスですね、はいはい、レースされる方用のギアです。MotoGPのバイクの模型なんですけども、うん、ここのクラッチ部品、これを、うん、あのバレンチーノロッシっていうレースのライダーの方に供給してたんですよ。鏡越しに見える、はい、その部品しかこれ見えないんですけど、あと全部中に入っちゃってるんですよ、うちの部品は。あ、1台3500万、500台限定、しかも世界で乗られる方はアラブの王様だったり。回してください。今から回します。1000回転ぐらいなんで、へギアがくる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 回ってる。実際はもちろん穴は開いてないんです、はい、見てもらうためにケースに穴開けてます。あ、だから今は1000回転してませんよね。いや、1000回転ぐらい回ります。回りますの。1000回転ぐらいまでしか回せない。ほんだ、あの本物は8000ぐらい回す。あ、そんなに回したら油がないんで多分潰れます。1000ぐらいの油なしでボツボツ回ってるから。あ、そういうことか。オイルが、オイルは充満しまくって回さない。本間の車と同じレバーになってる、はい、あ、これ、はい、今はどこ。今は、3、4の間、ここですね。ここですか。ニュートラル位置です。あ、はい、でそのまま見上げたら3速あで4速あ、ただのガソリンじゃなくて開けても何も分かんないです。はい、あ、こういう感じね、はい、はい、ありがとうございます、はい、クランチプレスっていうのがあって、これをぐるぐるって回すとこうやって降りてきて、で端っ
庫に置くとこうやって形状化するんですね。なのでこれフック加工機として今作ってるプレス機なんですけども、こういう古い工具とかを使って一発でこの基本的に作ることができる機械もあります。こっちが1997年製のちなみに僕と同い年です。すごいね。1番、2番、順番に1回ずつ押してもらったら動き出します。はい、はい、ありがとうございます。あ、ここの音危ないかな。あ、いえ、動かなければ大丈夫です。あ、はい。あったかいですね、はい、はい、ありがとうございます。こちらで戻っていってください。ありがとうございます。結構音が来るんで、ちょっとね、手うるさいので、ちょっと止めてただけです。
社で何を作っているのってことで、ひし形金網の製造を加工している会社です。あのひし形を編んでいくんですけど、こういうのを作っている会社です。目の大きさ、これも様々あって、よく見かける目の大きさがこれ5センチなんですけど、こういうの、サイドがあって緑のフェンス、よく見かける。ああいうのをこの 50mm っていうのが一般的に。50mm、56mm、一般的にあります。こんな網も作ることができます。これは、5mm って言って、1センチですね。ここまで細かい目の網を作る金網屋さんは、数少ないです。そういう技術も持ってる会社です。はい、これが 100mm って言って、10センチ。まあ、こういう金網も作れます。で、線の素材も様々あって、細くて柔らかい線、大手で曲がるようなこんな細い線だったり、逆に硬い線、もう大人でも曲げるのが結構硬いぐらいのこんな線を使ったり、まあ、であと色も豊富に揃えてるんで、いろんな種類のひし形金網が作れる会社です。どんなところで使われているのかってことで、まずネットフェンスでこういうグラウンドだったり、学校、公園、よく見かける緑のやつ、ああいうのをネットフェンスっていうんですけど、まあ、で次に2つ目が落石防止ネットって山肌とかに貼ってる、はい、ああいう金網、あれもそうなんですか、はい、あれも金網で作られてるんですけど、で太くて硬い素材の、これ一回曲げてもらって、もう多分曲がらないと思うんで、めちゃくちゃ曲がらないんですよ、こんくらい。次に、落雪防止ネット、雪、雪ですね、はい、よくニュースとかでバサーって落ちて人が下敷きになって雪の目になったとか、そうなんですけど、まあ、それを防ぐためにあの槍につける金網、はい、これはもううちの商品で雪もちくんっていうんですけど、一つ目と二つ目のネットフェンスと落石防止はこの東大阪で製造しています。でこの雪もちくんに関しては第二工場が滋賀県の米原にあるんです。そちらの方で製造加工しています、まあ、この3つが主に共和工業の仕事になります。それだって波打った綺麗な C 型金網が出てくる。でこれを巻きつけてこういう綺麗な、はい、これをうまいこと調整するのが難しいです。そこでもう編んでいってるんじゃない？はい、編んでいってます。そうですね。はい。で、一本だけが編んでいく。ここが二本入らないように。うん、はい。抜けたり、びっくり、引っかかってぐちゃぐちゃってなったりするので、はい。じゃあ、ここで切断します。はい。で、上に上がる、はい、でこのままやったらやっぱ手がしたり、はい、これ金網って溶接されてるわけじゃないんで、はい、簡単にひっくり返ったりするんで、これがならないようにここでナックルっていう先を曲げる作業、これをすることによってもこう抜けない、はい、両側、はい、本当に。なかなか始めたら来ないですけど、注文、ね、はい、でも違って早いんで、はい、こういう感じでどんどん出ていきます。でこの抜いた一本を
で現場でまたこういう風にまた編むことができる。つなぐことができる。ラクセス帽子とかやったらこのままバラとかやってそのままなんで、つなぐことはあんまりないんですけど、緑色なネットで、ああいう場合は、あのネットの場合は現場で金網を張る職人さんたちがその抜いた糸をまたつなぎ合わせて、ずーっと一連のものになるように、はい、100m あったら 100m 全部つながるようになってるんです。なかなかさっきの職人みたいな、もうベッドはね、見てください、小田さん一番パワーのある機械です。やっぱパワーがある分スピードは劣ってくるんですよね。でこれで終わらせます。すみません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最初のやつね、パラダンス。ああ、それでも結構これも細かいのやつちょっと使ったんです。石屋さんだけじゃないんですよ、これ使ってるの。実はサンドブラストって、はい、結構鉄関係の鋳物っていうんですか、はい、鉄を流し込んで、例えばお鍋とか何でもフライパンでも使えるけど、はい、肩に鉄を流し込んで、はい、肩作りますやつ、はいはいはい、その後サンドブラストでこう全部当てるらしいです。あで、全部さーっと濡らした後に塗装となってるんで、はい、だから石屋だけの思いではないな。機械でガーって、もうこれ自分で、中も自分で考えて、動かして、そうなんですか。これが初めゴムシート貼って、はい、でこれとこだけめくって、でこれがゴムシート貼って、でこれとこめくって、はい、でこれこんだけど。ほんならゴムシート貼って、これはカッターでこう銀のところ抜いていくってことですか。これは僕、銀でカッターで。あ、カッターで。何年修行しますか、これ。今やってる方で6年やってた。あ、6年。僕でも20年になるんだよ。20年やった。僕らは一応頭の中で書道をして、書道で書いたときに、力強いとこはちょっと深めに彫ってとか、浅めに彫ってっていう調整をしてるんです。はい、これ、陰影で影を引くようにして彫ってるんだけど、はい、自動ってこう同じ動きしかしないんで、はい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 、結局は深い浅いができない。あ、これは一応深いとこあって、はい、浅いとこあってっていう強弱をつけてるんですね。あ、例えばここやったらしっかり筆で描いた時にグッと押さえるから、わざとちょっと深めにする。なるほど。でもこれ機械ではできないんで、あ、自動では絶対に。これ深く彫ったら、離れて見た目も印象ちゃうんですか。一応僕うちは正面に色を入れなくてもしっかり文字が見えるっていう風に考えてやってるんで、あ、だから陰影をつける、影をつけて文字を読むっていうので。なるほど。だから、ね、離れて見てもったらやっぱ影がちょっとこんなんで見てたから、うん、これもゴムめくった状態ですけど、はい、影がついて影で文字を読むようなイメージ。私これ貼ります。いやいや、やってください、やってください。動画撮ってます。動画撮ってます。うまいこと言ったら YouTube アップしますから。よっしゃ、ちょっと手袋、右手に手袋出してます、はい、これを、あ、これね、 OK、 これを取ります。え、これ右手、右手、はい、これでいいです。ちょっともう
変えるとか、ケーブルどうしますか、大体ですね、ちょっともうちょっとバッテンタイプこれぐらい行きましょう、はい、で今から先から砂出しますので、ほんで砂の研究ください、なぞるんだったらこういう感じに、もう、はい、こんなんじゃなくて砂の砂です、満点なく全体に、はい、じゃあ行きますよ、隠するようにやっていくわけね、もう隠すような感じで大丈夫です、行きます、西の一番ちょんだけもっぺんやらせてもらって、はい、行きます、あ、充電なくなった、あ、いい、いいですよ、止まった、充電じゃないな、よかったら、うん、あ、まだ行けてました、行けます、はい、ほんじゃら、はい、はい、よしよ、それで、離してもうて、中でホース抜いてもうて、離して、もう、はい、抜いてください、はい、充電なくなりました、いや、一回ね、画面が真っ暗になったんですけど、あ、ま、ボタン押したらいけます、終わったらまたね、結構しっかり掘ったんですね、しっかり掘って、そうですね、しっかり掘ってますと、しっかり、先ほどあのちょっとお話聞いたから力入れるところはグッてやった方がいい師匠の言うとおりいっぱい抜きました、跳ねるところここね、ここね、うん、はい、ここを割と力入れたかったです、こことここのところ満足です、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあいただき帰ります、ありがとうございました、番手を変えて、アラインとかだとここから番手変えて、あ、
ラーリングこの角を開いて、で順番にこのようにいろんな形になってきて、でダボ台ってここで曲げて、で両足をこういう具合に切り落としてこの品を出てきてるんですよ。こういうプレス機っていうのは数が大体1万個とか2、3でそういう数ができる、多分非常に安く量ができる。で考え方にはすごく高価なものになってて、例えば40万、50万とか100万する金型を作って製品を安く作る。で、ね、ここにこのようにベアリングが入って、それでガラスケースとか案外その高価な品物を入れるようなあの引き戸みたいなの下に付けるようになってるんですが、でいろいろこういう形のもんもあるし、こういうこともあるし、でこれもここでやるんですけど金型は違うんですけども、これはやっぱり材料も分厚いし、仕事したらもう今ここでこの機械に動かしたらもうびっくりするほど大きな音も出ます。僕らがシリンダーで例えばこの場合はもうずっと一括で流せますけど、に対してこう前に出したり後ろに出したりいうのができます。完成しました。
ども。